ボンドチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。こんにちは。ボンド大阪、浅井です。岡です、本日はですね、ちょっと初めて、はい、初めてこう浅井さんがあの僕と撮りたくないっていうことで、そうあんまり一緒にやってくれなかったんですけど、今回初めてあの浅井さんも岡もお世話になってる、ね、お客様のお車ということで、なので、まあ、この2人で初めてちょっと撮ろうと極端に嫌がってましたもんね。そんなことないよ。岡も嫌がってたでしょ。しないお互いね、この2人が合わさるとろくなことがね、そうです、はい、ないので、もうコメント欄が多分炎上荒れると、はい、中でも避けてたんですけど、今回はもう この車はもともと2人で紹介しようって言ってた、ね、2人で、はい、2人で試乗、お客さんと試乗もしましたね。そうですね、はい、いろいろ思い出のある車ですので、はい、2人で紹介したいと思います、はい、というわけで今回はこちら、はい、ロールスロイスのカリナンです。カリナン、はい、また真っ黒ですね。真っ黒です。もうね、あのご存知の通り黒い車が好きなお客様です。好きですね。昔白い車売ったらね、大変なことになりました、ね、そうですね。1ヶ月ぐらいで帰ってきましたからね。そう、もう白い車やっぱ合わない、いろいろあってすぐ帰ってきました。ね、それ分かるだろう、買う前に分かるだろうと思うんですが、そう白はやっぱダメですねって言ってましたもん ね。それもね、尊重そこらの車じゃなくてね、そうです、ランボルギーニとかでしたね、うん、そうです。もうランボルギーニを買ってすぐ売って、やっぱり黒がいいと。でも、はい、その白の次、今度は白買ってたよね、また。え、何買った、何買いましたっけ。え、あ、ごめん、ここちょっとカットして。黒い車が好きで、好きってことですね、はい、そうです、はい、で、まあ、とりあえずいろんなところが、まあ、もともとブラックバッジ仕様みたいな感じを目指して、あのこうスピリットオブエクスタシーを塗ったり、あのこれをそうだ、ね、ブラックバッジのエンブレムを変えたり。そうだね、はあ、これ純正とはまた変わってて、そうちょっとね、めっちゃ高かったっけ。ここの立ち位置初めてなんで、うん、ちょっと分かんないですけど、どう喋ってか分からん感じ。ちょっとツッチーパフォーマンスっぽく言うのであれば、これ岡ちゃん何が変わってんの。エンブレムが変わってます、これ、ね、はい、あのブラックバッジのエンブレムになってて、もともとはこれあのシルバーベースに黒のこう言ったら文字が反転してるんだね、もともと。もともと RR が黒だけど、それが反転してベースが黒になって文字がシルバーになってると。これがあのブラックバッジ用の純正品。そうです、純正品。これ部品よく出たね。うん、ほんまは出ないらしい。ほんまは出ないらしい。こう、ね、いろんなあれを使って。なるほど、各店困るやつですね。そう、なんか塗ってって板金屋さん言ったら怒られる。塗れないもんね、こんな。濡れへん濡れへん、ね、そうだってまず剥がさにはいけんから、うん、だからもうここを変えて、でもうグリルはもともと全部メッキやったんで、そうだね、これラッピングです。ラッピング、はい、でこれはね塗った。あ、これは塗りね。そう、塗りました、ね、まだ綺麗に塗れてますね、はい、そうちょっとこう雰囲気を、なんかブラックバッジはブラッククロームっぽい感じ、ちょっと茶色入ってる、ね、そう、いやちょっとまああのグロスブラック寄りではあるけど、うん、ペイントさせてもらって、そうだからこれ塗ってこれラッピングして、エンブレムは変えました。そう、エンブレムは変えました。これ一本一本ラッピングしてるんですね。そう、なんか全部バラして、ほんまやね。そう、これ大変やな。いやグリルまず外すのに結構バラして、さらにグリルをバラして一本一本貼って、そうね、そうこれめんどくさい。いっぱいある、うん、ありますからね。僕ら普通にラッピング屋さんにこれお願いしますって言いますけど、ね、これはしんどい。外さないといけない、ね、そうだからここラッピングして、であと これかな。あ、ここしました、ね、はい、ここもメッキやったんで、まあ綺麗にこの辺はできてますね、はい、ここもラッピングさせてもらって、まあ、フロント周りは真っ黒。そう、もう真っ黒。これなんか多分これ、いやちょっと外れとったら申し訳ないんですけど、うん、多分ね、インナーブラックなんですよ、これ。そうやね。ヘッドライト。うん、なんかメッキありますよね。これなんか話題になってたよ、なったよね。そう、なんかゴーストとか、うん、ゴーストとかのシリーズ2とかレイスとかやったら、闇にインナーブラックのヘッドライトあるんですよね。純正オプションというか。なんぼやったっけ、片側60何万ぐらい、まあ、そのぐらいするだろうね。ゲレンデと同じぐらいですよね、うん、ゲレンデも高いね。そうだからこれね、多分ね黒っすよね。そうやね。そう、もともとなってたんで。ただもう1台サンプルで用意した
カリナンもたまたまあったカリナンも黒だったからちょっと真相、ね、もしかしたら全部黒かもしれへんすよ、ね、わかんないけどそう黒くなったらより迫力が出るだいぶいかつくなってます。まあ、前だけでだいぶいかついね。そうでじゃあ次横行きますか。横行きましょうか、はい、横はそっち行きましょう。はいではい、はい、岡ちゃん今回選んだホイールは、はい、これはボッセのフォージドで、はい、名前は S17-14 14なんかちゃんとした読み方がわからん、ね、の3ピースで24インチです。24、はい、ね、ボディが大きいからもう本当そう、何インチかね一瞬言われないとわかんないけど24インチなんかアメリカやったらみんな26入れてってでなんか26入れたいって言ったけどタイヤが薄すぎるからって24にしました、まあね、まあこのぐらいが普通に乗れる限度だよね。そうやっぱなんか乗ってる時のこう多分26やったらこう振動というかガンガン2変平2号変平そう、ね、これ30変平やもんね、はい、2号変平でちょっとあれなんですけど細くするのかわかんな275とか多分それの26とかすごいねちょっとさすがにそれはっていうことで24でタイヤもベルゼス繊維使って、はい、このデザインかっこいいよねとかボッセねやっぱかっこよくて最近岡も何セットこの前もボッセ入れてるしだからこれ選んだんがセンターキャップこれつけたかったんですよ。そうこのシリーズ結構センターキャップロールス用というかあのこういうねオーナメント入れれるようになってるから入れれるのがでこれもね浅井さん闇に塗ってるんですよここ。あここのプレート？そうこれのプレートもグロスブラック塗って、うんうん、ここの端っこもこグロスブラック塗ってほんまやねこうメキやもんね。そうバラせるんだ。そうバラせるみたいですよ。へーそうだからここもグロスブラック塗ってでそれに合わせてもう真っ暗やねそうアメタンやけど豪華にグロスブラックでリムもグロスブラックピアスだけ、マットブラックかな。はい。これもねパウダーだからこうあの結構パウダーだよね多分そう、ね、パウダーですだから、はい、ちょっと表面の質感が、ね、結構深みがあるというかう、ねうん、結構綺麗な感じ で、はい、で傷とか飛び石にも強いだろうそうですね。で中に見えるのがキャリパーがペイントしましたね。これ何色、ね、何色このオナさんいつも ね悩んだらこれ、はい、これきなり色きなり色これ何色にしますかって言ったら、うんきなり色ベージュじゃない、うん、きなり色ってくるからこれどんな色だっつってねこれねボンドチャンネルをご覧になってる方はね分かるかもしれないですけどね、うん、G6 さんもこの色だったね。そう G6 さんもこれやったし、ね、ボンドチャンネル撮ってないですけどベンテイガはこれのマットでしたもんね。あそうやそうやそうスターテックのベンテイガはマットやってその時はシートカバーのサンプルを板金屋さんに渡して、ね、この色に塗ってって言ったやつ。だから今回はきなり色、きなり色グロスきなり色でも今度この色でボディ色やりたいって言ってたよもうラッピングしよう、うん、イノゼテックの F8 トリブュートこの色で絶対かっこいい絶対かっこいい、うん、もう何やろう車黒じゃなくなってきたけどそうねそうでも FJ クルーザーがこんな色でしたもんね。 FJ クルーザー乗ってたねそう一瞬浅井さんとオフロード行って売ったやつ行ったね一緒にそうなんかね一緒になんか遊んだりねそう本当にほんまにだからもうこんな色の FJ クルーザー乗ってましたし、ね、オフロードでね本当にヘビ見て帰ってきたやつヘビ見て池にバーンと突っ込んでドロンコになって帰ってきたそうもうだからこれからじゃあ次来る F8 トリビュートはこの色にラッピングしましょう。ラッピングね。はい。またすぐ売りそうだけどね。そう、すぐ売ると思う。でちゃんとロールスのロゴも入れて。はい、そうですね。はい、仕上がってますね。ではここも。あ、そう、ここも。これもブラックバッチ。はい。でここはこれねこのベース R やないですか。あ、ベース R。これが純正外すと爪が結構割れやすいらしくて、なんかここはもう台座からブラックバッチ用ですこれ。あ、そういうことね。ちょっとブラッククロームなんですよね。あ、なってるなってる。そう台座見てもらっても。はい、あ。ちょっとここはちょっとそういういろんな絡みもあって。なるほどね。そう。もうベースごと。まあ、パッと見は分からへん、ね。パッと見は分からんっすね。はい。ブラッククロームっぽいけど。そう。まあ、高級感がすごい綺麗な仕上がりです、ね。ここも変えて。で、ここもこれメッキボールやったのもダッピングしました。ここはメッキ結構太いからね。そう。ここもラッピングしてで多分。まあ、ボンドチャンネル見てる皆さんから言うとなんでここメッキ残したのって言われますよね、うん、でもこれは
ブラックバッジがメッキなんですよ ね、メッキ残ってるからね。だからこれはどうしてもやりたくないって言って、うんうん、もうここはこのまんまです。はい、あ、こここのまんまでこっちラッピングかな。あ、そう、ウィンドモール、ね、ウィンドモール、はい、まあラッピングだね。そう、ウィンドモールは全部グロスブラックでラッピングして、ラッピングして、はい、です。でリアね、うん、だからリアの方が J 数は一緒なんですけど、うん、同じ 10.5J なんですけど、うん、ちょっとこうオフセット変えてるんで、こう落とし込みというか、ほんまやね、これプロファイル、いわゆるコンケーブ具合はそう、ちょっと後ろの方がリアの方が反ってる、うん、そう、落ち込んでる感じで、そうやね、そう、でもほんまに後ろから見た時のほんまにこのデザインが、そうやね、この前もゴーストン入れたやつもかっこよかったですね。かっこいいね、ボッセかっこいいし、今各チューナーもね、ボッセとコラボして、そう、アプトとノビテックと、ノビテック、あとアーバン、アーバン、アーバンもボッセですね、なってるし、やっぱり、ヨーロッパのチューナーもそのデザイン性に惚れて、うん、まあ、外注でね、わざわざボッセにデザインも作ってるし、うん、そうですよね、でさらにね、ボッセ単体としてもすごくデザインは綺麗なので、うん、やっぱり指名買いされるお客さんも増えてきてますね。一つの選択肢としては全然ありなブランドですね。だから結構このセンターキャップつけれるのってなんか、まあね、マンソリーとか、うん、あんまりこう種類が、ね、ね、多くないんで、ないしね、はあ、でまあ単造でこうやってこうちょっとエッジの効いたデザインとかってなると、うん、やっぱボスでいいなってなります。ですね。でも納期どのくらい？納期がね、今半年、今半年って言われたね、はあ、この時この時で4ヶ月ぐらいですね。車買った時に頼んで今来たんで、そうですよね、4ヶ月ぐらい。でもよくね、このオーナー様ね、よく4ヶ月持ったな、そう。絶対売るかと思いましたけどね。ね、今まで最長3ヶ月ぐらい、ぐらいですね、今までの、はい、歴代愛車は。歴代ね、歴代うちの登録さっき見てたのよ、あのうちのシステムでね、はいはいはい、15台あったから登録いや、うちでカスタムしたやつ買ってもらったやつ全部足して15台。15台。はい。でもみんな短命だったかな。短命ですね。1回乗ったとかそんなんばっかり。まあ1回ね、1回乗った、ナンバーまで行ったとかね。そう。ナンバーってだって5キロ、5キロぐらい。5キロぐらい。そう。だからそれ言うとカリナン。カリナンすごくね気に入って、やっぱりそれだけ車もいいし、ね、いい車ですよね。乗り心地もですし。だってこれ僕のお客さん欲しいって言ったらね、これは乗るからダメって言うんですね。そうそうそう。珍しく。でもあ、そう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 。でもこれ岡ね、これ車両ごとももちろん、岡はね、うん、販売させていただいてるんですけど、岡カリナン何台売ってるの？カリナン3台すげえないやもうお前探してくるのが大変です。カリナンそんだけ今そう売るやついねえよって、ね、結構今話いっぱいいただくよね、うん、でマンソリーも何台組んだったんだっけ？だから浅井さん2台、俺2台、浅井さん2台、しのちゃん1台、僕1台、すごいね、大阪で4台そう、もう大阪でね、カリナンがね、バカ売れ中のカリナンでございます。はい、で、すごい、まあ、最後はリア周り、はい、行きましょうか。なんでリア周りもエンブレムは変えました。あ、そうですね、はい、エンブレム変えて、まあ、ここラッピン グ、あとここも、はい、ね、ここもともとメッキだもんね。そう、ここももともとメッキで、あとマフラーエンドをペイントしてます。まあね、これバラすだけでも嫌ですね。ね、もうほんまにラッピング屋さんとか板金屋さん本当すごいなって思います、ね、もうこんなんだってどうやってついてるか分からんすもんね、外すときにまず、ね、もう爪折れた瞬間終了って感じですから ね、この辺はほんまにこの辺はちょっと気をつけながらね、うん、皆さんやっぱり車が車ですからね、車なので、はあ、気をつけながらさせていただいてます、うん、はい、だからざっくりそんな感じですかね。あとはまあ車高は、あの、あ、ね、いつもの車高はあの、ロアリングキットで、はい、ローダウンさせてもらって、一応これが今乗降モード、そうだね、乗降モードなんで、乗降モードなんで走るとちょっと上がってしまう、はい、そんな感じですね。モジュールはまだ出てない。モジュールはね、出てないですね。あ、レイスとかね、ドーンは出たので、でね、岡もね、あの作ってもらったけど、うん、レイスはつけさせてもらって、あれもペタペタだった、ね、ペタペタだったね。でもそれでもやっぱね、ノーマル戻せるし、レースとかのやつやったらスマホで買えれます。そうやね、はあ、だからまあこれも出てほしいんですけどね、ちょっとまだそれは出てないかなという形です、うん、です、はあ、一応こんな感じでございます。はい、はい、じゃあということで、はい、今回カリナンご紹介させていただきましたが、はい、こちらのお客様は、まあ、今までね、その最新鋭の車をバンバンいじって売って、ね、いじって売ってってされてきましたが、今なんか旧車に、今旧車、1970年代とかね60年代ぐらいの、まあ、いわゆる年上の車の
ね、ディノとかね。あ、はい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 、ね、それがまた完成が楽しみですので。そうですね、まあ、そういうのも、まあ、興味持ちながら、まあ、もちろん最新のモデルも ね、 そうですね、すごく好んで乗っていただいているので、まあ、すごく、まあ、これはこれでね、街乗りに乗っていただいて、うん、まあ、趣味は趣味で乗っていただいて、ね、まあ、本当にね、まあ、本当に一緒にあの話したりだとか、はい、一緒にまあ遊びにね、そういう、ね、うんうん、旧車を一緒に見に行ったりだとか、はい、本当にまあオフロード走ったりだとか、それだけでもやっぱりすごく楽しくお付き合いさせていただいてますし、はい、まあ、岡と僕2人ともすごくお世話になっているオーナー様のまあ愛車を今回は紹介させていただきました。はい、なんで次納車はどれが早いんですか、ね、どうなんだろう、どれなんだろうね。 F8? あ、 F8、 そう、 F8 トリブートがイタリアでできたって言ってね、はい、連絡があったので F8 と SF90 が、納車になるかな。 あとローマ、ローマはね、キャンセルした、キャンセルした、 OK、 はい、じゃあまあちょっとこれからもいろいろ楽しみですね。そうですね、はい、多分見てくださってると思いますので、はい、ということね。まあ、あとね、岡とね、初めてのこのコンビでしたけれども、はい、ツッチーと、あの、ツッチーとのコンビよりいいでしょ。いや、なんやろ、ツッチーはツッチーで、なんやろ、あの、それ聞かんといてっていうのを普通に聞いてくるから。そうなの、ツッチー、それは言わんでいいよみたいなのを言ってくるから、まあ、そんなに、あれ、動画で見てる限りはね、悪くない、ね、ツッチーでもね、ほんまズバズバ、まあその方がいいんですけどね。まあね、そう、何のためらいもなく言ったら、こう、これどうなってんのとか。あ、なるほどな。そう、いやだから逆にね、あの、見られてる皆さんからしたらちょっと本音が聞きたいとかあると思います。あ、なるほどね、それはあるかもしれない、ね、どうしてもなんか忖度しちゃう感じがあると思う。忖度。まあでもなんかね、やっぱね、まあ忖度、そうだね、まあ、同じ大阪でね、そうですね、はい、また、いや、今後とも、まあ、そうですね、次じゃあ浅井さんがこう仕上げた車をこう僕がズバズバ引いていく感じで、それはいいです、それは高橋に大丈夫です、はい、リッキー、うん、ちょっと、はい、また、まあ、次はどうなるのか、はい、お楽しみにしておいてください、ね、楽しみにしててください、はい、はい、それじゃあ今日はこのあたりで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。